こんにちは、プルートネットワークのプルート向井です。さて今回はですね、映画ボヘミアンラプソディを皆様にご紹介していきたいなと思っております。はい、ということでですね、本作はですね、僕劇場で2回見てきました。はい、2回見てきました。それはなぜかというとですね、僕は、クイーンというバンドの大ファンでございましてですね、クイーンをですね題材にしている映画というんであればですね、僕はですね有無を言わさず、もうこれはいい作品だって言ってしまうっていう不安がございましてですね、それはこの映画をレビューしている身からしたらダメだということでですね、2回見てきました。はい、まあですね、2回見てきたわけなんですが、今回のこの動画では3つの構成で、皆様にこの映画をご紹介していきたいなと思っております。まず1つ目がですね、映画の視点から見るボヘミアンラプソディ、はい、そして2つ目が、クイーンというバンドから見る今作、はい、そして3つ目は、このクイーンというバンドを知らなくても今作は楽しめるのか、はい、こちらの3つの構成でお話を進めていきたいなと思っております。そして3つの構成に入る前でですね、ざっと、ストーリー紹介ではございますが、本作はですね、クイーンというバンドの誕生、そしてですね名曲の誕生秘話、はたまたフレディ・マーキュリーという男を主軸にですね、クイーンというメンバーの苦悩と葛藤を描いている作品になってございます。はい、いやーでもね、最高でございますよ。どっちの角度から見ても最高でございます、本作は。はい。まあ、2回見た意味があるのかっていう話ですけど、まあですね、そこは、構成の方でお話ししていきたいなと思うんですが、まあですね、こういう本当にいた人物にフォーカスを当てるっていう作品はですね、僕が一番大事に思うことはですね、その人に、はたまたそのメンバーに愛があるかっていうのがですね、僕はですね、一番フォーカスに当てたいとこなんですが、本作はですね、監督、はたまたクイーンというメンバーをですね演じている演者全員からクイーンというバンドに対してのですね愛が伝わってきました。はい、伝わってきました。そしてですね、僕は劇場で本当に熱い涙を流しました。そして僕もですね、この監督さん、はたまた演者さんのですねクイーンに対しての愛に対して答えられるようなレビューを作っていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。ではですね、早速レビューの方ですね入っていきましょうか。はい、ではまず最初にですね、映画の視点から見るボヘミアンラプソディということで皆様にご紹介していきましょう。はい、まあですね、本作はですね上映時間が2時間なわけでございますが、いやーですね、2時間の使い方がうまいんでございますよ。はい、もうですね2時間飽きさせない、これですね、なぜ飽きさせないかというと、しっかりとしたですね演出と、脚本があるからだと僕は思います。まあですね、この2時間の使い方本当に無駄がないんですよ。まあですね、この全てのシーンに意味があるというワードがございますが、まあこれはですね映画を作る上ではまあ基本中の基本みたいな感じで言われていますよ。なんですがね、こう最近の映画ではそれをできていない作品もちょこ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 見受けられる中ですね、本作はですねその作り方はまさしく映画の教科書のようなですね、作りになっていると思いました。はい、そしてですね、本作はクイーンというバンドにフォーカスを当てている作品になっておりますので、もちろんバンドといえばライブがあるわけでございますよ。はい、そしてですね、このライブを作るにあたってうまいなぁと思ったところが、これはですね、僕たちが今見ようとしている、はたまた見た作品っていうのは映画なんですよ。映画としてのライブの見せ方、はたまたですね、そのクイーンというバンドが好きで、ライブ映像を見ている人も楽しませるようなライブの見せ方のですね、組み合わせ方がめちゃんこうまいんでございますよ。
ここの点でですね、僕はその監督に対してのクイーンの愛、そして映画を見ている観客への愛が伝わってきましたね。他にもライブ以外にもですね、そのシーンの見せ方というのはあるんですよ。もちろん2時間の作品なので、まあ本作ですね、その新しい斬新的なカットカメラワークっていうのはないんですね。なんですが、その忠実にカットカットを丁寧に撮って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 を繰り返しているので、その土台っていうものがしっかりしているんですよ。まあ土台、映画の土台っていうとやっぱりその演出と脚本だと思うんですけど、まあこの場でですね、その土台っていうワードを借りるのであれば、そのカメラワークを丁寧に丁寧に斬新なものを省いて丁寧に作っているというので土台を固められた作品だと思いました。もう褒めちぎってますよね。いや、こっからも褒めちぎっていきますよ。褒めちぎります。はい。あのですね、キャラクター紹介。はい、キャラクター紹介という点なんですけど、まあ本作は先ほどストーリー紹介でもお話しした通りなんですが、フレディという男にフォーカスを当てて、そこからメンバーの視点、はたまたフレディを取り巻く人々みたいな感じで、作品が進んでいくんですけど、まあですね、この作品は、フレディが主人公なわけで、そのがっつりフレディにですねフォーカスを当てなくても、フレディっていうキャラクターがどういうキャラクターなのかっていうのは分かってくるんですよね。そのもちろんクイーンを知らない人が見て。なんですが、本作はですね、この2時間という間にもかかわらず、フレディ以外のですねブライアン・メイ、ロジャー・テイラー、ジョン・ディーコンのですねジョン・ディーコンキャラクターがちゃんとしっかり分かるんですよ。そして、他のフレディを取り巻く人々たちにもですね、ちゃんと分かりやすく説明しているんです。その説明の仕方もうまいんですよ。一発で分かるようなキャラクター紹介の表現の仕方、はたまた他のキャラクターはじわ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 分からせる表現の仕方でキャラクター紹介をする。これはですね、本当に褒めまくっちゃってますよね。いや、本当に良かったんです。良かったんです。あの、もう冒頭にも言いましたように、僕に2回見てますから、あの2回目は客観的ですから。客観的に見て、これ客観的な意見です。はい、客観的な意見でお話ししております。まあですね、このキャラクター紹介によって、そのクイーンというバンドをですね、何も知らない方っていうのも、あ、クイーンっていうバンドっていうのはこういうキャラクターで、フレディっていうのはこういう形で苦悩と葛藤があったんだっていうのがですね、本作だけでわかると思います。ではですね、2つ目、クイーンというバンドから見る本作を皆様にご紹介していきます。まあこのお話をする前にですね、クイーンから見る本作を語るってお前何様なんだよって話になりますよね。なりますよ。そりゃなります、そりゃなります。もうはたまたこんな伝説のロックバンドファンの方がたくさんいますから、本当にいますもんね。なので、軽く僕のですねスペックスペックっていうの、こういうの、クイーンのことをどんだけ知ってるのかっていうのをですね、軽くご紹介したいなと思います。興味ない方は本当にごめんなさいね。まあですね、僕は、このクイーンというバンドアルバム全部持ってます。そしてですね、PV 集も全部持ってます。はい、そしてですね、ライブ映像なども、多々見ております。はい、そして、好きな曲はですね、レディオガが、あとは I want to break free ですね。いや、他にも好きな曲あるんですよ。好きな曲あるんですけど、まあ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 、まあって感じで。そしてですね、最近ですと、クイーンのトリビュートバンドのGod Save the Queen というバンドのですね、ライブを行ったぐらいですかね。はい、まあですね、僕はこんな感じなんですよ。なので、そのクイーンというバンドの誕生秘話、はたまた裏話みたいのは全く知らない人間でございます。はい、まあですね、そのクイーンという偉大なバンドなんで、そのファンの方がいらっしゃると思います。はい、そのファンの方はですね、お前そんな動画、こんな動画作るんじゃねえよみたいな話になってしまうかもしれないんですが、あの、一緒にですね、こんな初心者の私でございますが、手を取り合って動画を盛り上げていきたい、いければなと思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。そんな僕が、これから、クイーンを、ご紹介します。はい、まあですね、このお話をした後なんですが、おそらく本作って本みたいのって出てます？クイーンの秘話みたいな感じの、本みたいのが出てると思うんですよね。まあそれはですね、先ほどお話ししたように僕は見ていませんので、原本をあるかないか分かんないですよ、あるかないか分かんないですけど、知っている方はですね、本作は逆に想像してみて、あ、フレディっていう男、はたまたクイーンのメンバーっていうのはこういう感情で、はたまたこういう表情でこの言葉を発言していたんだっていうのが分かるような作品になっているんじゃないかなと思います。逆に僕はそれが斬新に感じたんですよね。あ、こんな感じでみんな物語を進んでいってるんだ、はたまたこのキャラクターはこういうキャラクターなんだっていうのがですね、ガッと伝わってきました。まあそこはですね、後半の方でお話ししたいなと思っております。はい、まあですね、本作はですね、冒頭にもお話ししましたが、本当に監督、はたまたですね、演者さんのそのクイーンというバンドに対しての愛がですね、こうバンと伝わってきた作品ですよね。これはですね、10人中9人ぐらいはそう感じていただけるんじゃないかなと思います。はい、あとはやっぱりこの作品をお話しする上でですね、外せないのは役作りでございますよね。いやー、皆さん素晴らしいですね。本当に僕はですね、一番似てるなーと思ったのがブライアン・メイなんですが、いやー、ブライアン・メイじゃん。ブライアン・メイですよね、皆さん、あれは。あとですね、あ、やっぱり本作はフレディ・マーキュリーにフォーカスを置いているので、こうフレディ・マーキュリーを演じているですね、ラミ・マレックにもフォーカスを当てたいと思うんですが、顔の役の作り方、はたまたその内面の作り方っていうのはですね、いや、めっちゃ時間かけてるなーって思ってたんですよ。本当にもうなりきってるって感じがしたんですよね。そのライブパフォーマンスにしても、普段の私生活にしてもですね。なんですが、不満ではないんですけど、フレディっていうのはどちらかというと、その結構筋肉質な、ちょっとムチムチしてるような感じじゃないですか。なんですが、そのラミマルクっていうのは結構体が華奢なんですよね。体が華奢なんで、ちょっとそこはですね、もうちょい頑張って肉体作りみたいのをしてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあですね、その太る太らない体質もありますし、はたまたその撮影のスケジュールでその体作りってのも前後をするかもしれないので、まあそこはしょうがないのかなと思いました。なんですが、その前半のですね、自分の前歯のコンプレックスを隠すシーンとか、はたまたですね、ゲイの役っていうので、その男性を見ている時のですね、色目っていうやつですか、結構お前のこと愛してるぜっていう目はですね、本当に愛してると思いました。はい、素晴らしかったでございます。まあですね、先ほど冒頭にもお話ししたんですが、僕はですね、そのクイーンというバンドの誕生秘話、あとはですね、キャラクターがどういう性格かっていうのは分かんなかったんですけど、やっぱりイメージ合ってたなーって思いました。嬉しかったです、そこが。めちゃめちゃ嬉しかったです。ジョン・ディーコンはですね、やっぱりその、バンドの仲介人とか、はたまたですね、こう影からサポートするような役柄でですね、そして、ロジャー・テイラー、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。本当に、ロジャー・テイラーのですね、レディオガガの PV のシーンとかあとこういう風にですね、乗ってる時にこうやって操作してるじゃないですか、戦艦みたいのを。そこのシーンとかもめっちゃかっこいいじゃないですか。で、この本作を見てですね、もう確信になりますよね。いや、モテるよねって。よかった、モテててって思いましたね。いや、そりゃあれはモテますよ。そりゃモテますわ。しかもですね、I want to break free もですね、一番ですね、可愛い子ちゃんでございますよね。あの化粧の仕方はナイスでございますよ、本当に。何の話してんだ。
では次行きましょうか。そして次はですね、これ映画化、映画から見る、本作っていうところでも紹介してもいいかなと思ったんですけど、あえてこっちの方で入れたんですが、そのクイーンという曲を入れるタイミングっていうのが抜群に良かったなと思います。はい、まあこのクイーンっていう、僕ですね、不安があったんですよ。そのクイーンっていう、もうめちゃめちゃすごいバンドですよ。しかもですね、こう役作りとかも半端ねえと思いますよ。ハードル高いですよ。こんな誰しもが知っててですね、こんな個性的なバンドいませんから、そのバンドをですね、ベースにして映画を作る、これでですね、一番怖かったのはどのタイミングで曲を入れるのかっていうところが僕の中で一番怖かったんですよ。タイミング的にも、これ下手するとタイミング間違えると作品のテンポガガガガガガってもう下がっていくと思うんですよね。なんですが、本作はですね、やっぱりこのクイーンに対しての愛っていうものがですね、作品を良くしましたね。ここだっていうところにですね、名曲の数々がバチコンバチコン入ってくる。素晴らしいでございます。いやもう本当にふだんでムムポイントとかも言ってるんですけど、いいですもん、しょうがないですよね。いいっすよね。あとはですね、これわからないんですけど、その作品がどこのカットから撮影がスタートしてるのかっていうのはわからないんですけど、僕から見て前半より後半の方が役者さんがそのキャラクターに入っている役作りというか、キャラクターの感情移入っていうのができてるなと思いました。これわかんないんですけどね、もしかしたら後半の方から撮影開始して後の方に初期の方を撮ってるかもしれないので、ここは分かんないんですけど、個人的に見てそれを感じました。そして、まあちょっとした感想になってしまうんですが、エンドロール良かったんすよ。見てない方はいいんです。はい、ですね、あーこの曲で来るよねって感じで胸熱になっちゃいますね。はい、まあですね、まだですね、本作を見ていない方、エンドロールは何が流れるかっていうのをですね、ぜひ楽しみにして、劇場で見ていただきたいなと思っております。はい、そしてですね、僕はですね、めちゃんこ泣いたんすよ。これ泣きませんでした？泣きませんでした？僕はですね、そのネタバレはないんで話さないですけど、そのオープニングの入り方と最後の締め方、ほんと涙するんすよ。それがなんで涙してきたのかっていうのは、もちろん曲のパワーもあると思います。なんですが、一番大きいのは、最初冒頭にもお話しした通り、ちゃんとキャラクター個々の紹介、はたまたフレディの苦悩と葛藤、そして分かりやすい、脚本と演出、カメラワークによってこの最後の見せ場でバンと見せれたんだと思います。もうそこでですね、僕の感情は爆発しましたね。これ多分泣いてる人めっちゃいると思うんですよ。なんかその時に思ったのが、まあたらればになっちゃうんですけど、もしフレディっていう男が生きていたらどうなってるんだろうなとか想像しちゃうんですよね。はたまたですね、こうあんな男遊びすんなよみたいな感じでですね、この野郎みたいな感じになっちゃうんですよね。本当にそういう面ではですね、本当に早死にですよね。本当に早く死んでしまったフレディ・マーキュリーというですね、偉大な男が亡くなってしまったっていうのをですね、本当に悲しいというか、僕はこの目でフレディ・マーキュリーが歌ってる姿を肉眼で見たかったなっていうのがですね、本音でございまして、この映画を見て生まれた感情でございます。はい、そして本作ですね、エンドロールが流れた後、ほんと素晴らしい、会場が拍手喝采になりました。本当にこれはですね、ほんと素晴らしいでございました。はい、僕も、その中の一人でございますけど。いや、あれでですね、この作品は、
クイーンを好きな方、はたまた、クイーンをですね初見に見た方もいらっしゃるかもしれませんが、愛される作品なんだなっていうのをですね肌で感じました。はい、ということでですね、僕もこう長々と話してるんでございますが、最後ですよね、3つ目、本作クイーンを知らない人も楽しめるのか、合ってますかね。まあこれはですね、この長々した僕の感想を聞いていれば少し分かってくださるかと思いますが、見ていない方でも十分楽しめます。はいはい、本当にこの作品の作り方がですね、クイーンというバンドを知らない人のために作ってるって言っても過言ではないぐらい、こうちゃんとキャラクターの紹介など、はたまたですね演出だの、脚本だのになっておりますので、そして、冒頭にもお話ししましたが、その名曲の誕生秘話ということで、クイーンの曲知らないよっていう方もいらっしゃると思いますが、人間であれば誰しもが一回は聞いたことがあるような曲の誕生秘話になっておりますので、はい、そこはですね全然不安にしなくていいと思います。クイーンを知らない方はですね、普通のヒューマンドラマとして、本作は楽しめる作品になっておりますので、ぜひ劇場で見ていただきたいなと思います。はいはい、ということでですね、今回映画ボヘミアンラプソディを皆様にご紹介しました。はい、普段もですねこのような感じで映画レビューなどをしているチャンネルでございます。あとはですね映画の小ネタ、あとはゲームのお話をしているチャンネルでございます。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価などなど、あとは下のコメント欄、じゃんじゃん使っちゃってください。じゃんじゃん使っちゃってください。ですねクイーンのお話、はたまたですねの自分の好きなクイーンの名曲を、このコメント欄の方にですね書いていただけたらなと思っています。はたまたですね、クイーン以外でもいいです。自分の好きなですね、歌詞などのお話をしていきましょうじゃありませんか。映画のお話も随時受け付けておりますので、はい、自分の好きな作品を、コメントしていただければなと思っている次第でございます。はい、ということで以上プルート向かいでございました。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。